My tooth. My tooth.始まるよ。今回は6完全初見実況本拠地活動開始へ幻想水湖伝アイアイ TSKRETR をレトロゲームになります。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。うん、 OK です。始めます。コアウモフさんとジアンです。本日もよろしくお願いします。幻想水湖伝 2PSD 版やっていきます。前回は、ですね、ノースウィンドウですね、ノースウィンドウに行って、まあ、ビクトールの故郷ですね、行って、そしたらネクロードがいて、吸血鬼ですね、前作出てきた、吸血鬼が出てきて、まあ、そいつと戦うことになったんですけど、まあ、それは敗北しました。で、その後に風の洞窟っていうのに行って、で、そこに精神剣が、あー、モツさん来んの?精神剣があって、まあ、精神剣、結局戦ったんですね。精神剣が追いたいで戦って、まあ、倒すことで精神剣をゲットしましたと。で、その後に再度、あれですね、ノースウィンドに行って、一番奥に行くんですけど、その時は、あれですね、ネクロードじゃなくて、その別のボスと戦ったんですかね。なんか雲っぽいやつと戦って、まあ、そいつに勝ちましたと。いや、もうなかなか強かったですね。結構しんどいっすよね。もうこの時点で範囲ガンガン使ってくるんで。いや、もうやっぱ2作目はしんどいっすね。で、その後に、ノースウィンドウは、まあ、まあ、ノース、そっか、その後に、まずあれっすね、サースウィンドウが攻められたって話をフリッカーされるのか。で、ノースウィンドウは、まず拠点っぽく、ぽい感じになるんですよ。まあ、まだ活動開始じゃなくて、まあ、その後に、結局、軍師を仲間に入れるって話になって、アップルに次やって、軍師を仲間に入れるっていう話になったんで、その、東にあった村ですね。ラダットでしたっけ?まあ、村に行って、で、そこの村で、シューさんですね。シューさんを、無事に仲間にすることができて、軍師ゲットですね。で、戻ってきて、早速、王国軍と、戦争が一回ありましたと。で、そこはなんとか、ですね、その、軍師の策によって、まず、カラーの後ろから攻めるっていう流れですね。カラーの後ろから攻めるっていう流れで、まあ、なんとか、こっちが有利な状態になることによって、向こうの王国軍は退却しましたと。まあまあ、無事勝利ですね。退却した。まあ、無事勝利だと思います。まあ、うまく、防衛できたんでね。で、その後に、なんだっけな、夜ですね。夜、ビクトールの、酒場ですね。ビクトールと会話して、で、幻覚寺さんの過去を知ることができましたと。まあ、どういう理由で死んだかっていうのが、まあ、明らかに。まあ、どういう死んだかっていうか、退却したかとか。まあ、ミューズ氏との、幻覚寺さんの関係かな、どっちかっていうと。まあ、それを知ることができたっていう感じです。今回は、その本拠地から、返します。ちょっと待ってください。ミューズさんが甘えてきてる。ちょっと待ってください。お待ちください。ねえ、もうさ、始めたいな。
ありがとう。よし、すいません。では始めます。引き続きこの辺の会話を進んでくれてる感じですかね。どこに行ってんの？ここでいいのか。あ、集まってますね。カラー君さん大丈夫ですよ。僕はついていきます。カラー君。いや、多いっすね。カラー君どうするの？カラー君の。わー、リーダー、リーダー。お前さんなら任せることができる。カラー君。そうだな、お前ならできるぞ。カラー君、君ならできると思う。カラー君。お前、あとお前が自分で決める。ナイス。じゃあ行きましょう。心は決まりましたか？僕にその力があるのなら。無理ですしたら終わっちゃうんですかね。カラエ君、お前が決めたのはそれでいいさ。俺の持つ力は全て貸そう。あのルカの野郎と倒すそのために。頼むぜ、カラエ君。お前の力が必要だ。カラエ君のわずかな力になれど、私も力を貸します。私もサースウィンドのため、亡きグランマイヤー様のため、そしてハイランドにより苦しむ多くの人々のため、精一杯頑張ります。こんな礼儀正しい人だったんですかね、フリードって。礼儀正しいって、なんか、小心者っぽい感じです。カラエ君の我が子のもとで受けた虫、辛抱奇策を持ってしましょう。そして勝利をもたらすことを約束する。私も非力に渡したけど、持てる力をすべて使ってあなたを助けます。いやー、なんか悲壮な決意って感じだな。せっかく新しいリーダーが決まったんだ。ここは一発宴会の議会って感じ。一人に関しては二度目ですから。前回もこの、あれさ、担々麺。私からもお祝いを申し上げます。法案先生。先生、無事だったんですね。よかったー。心配をかけてしまったようですね。ミューズ氏からよくご無事で、ゴーアン先生。親切な戦士の方に助けてもらい、なんとかここまで来れました。だって、ホーアン先生。名に聞こえたミューズ氏の名刺。名医、ホーアン殿が来られたのが、兵たちも喜びます。歓迎しますと。ありがとうございます。私の技術も、多少なりとも役に立てればよさよ。ああ、ホーアン先生。ああ、はい、はい。確かにミューズ氏いましたね、この人。なるほど。で、あの子供が仲間になったんですね、確か。カラー軍さん、よろしくお願いします。私もこの城の人たちに力になり、頑張りましょう。ホーアンが仲間になった。だね。ああ、そうだね。ところで、この城ってなんてなの？ん？そうだな。ノースウィンドウって城もあまし良くねえな。ノースウィンドウってもうなくなっちまった村の名前だ。どうでしょう、カラークエンドで新しいのをつけたら嫌だぞ。チャーシュー麺つけたじゃねえかさ。どうだね、どうだね、カラークエンド。どんな名前がいいと思う。またつけれんのかよ。いやいや。どうしよっかな。たのに。ちょうど合うんですね、チャーシュー麺。じゃあ、しょうがないです。ちょっと変えましょうか。ちょっとひねります。はい、OK。ネギチャーシュー。お、ネギチャーシューじゃん。いい名前じゃねえか。いい名前ですね。私も気に入ってる。何でも気に入ったくせに。何よ、兄貴。我らネギチャーシュー城ですね。ネギチャーシュー城。ネギチャーシュー城。いや、その連呼すんじゃねえ。ネギチャーシュー城。まあいいんじゃないか。リーダー決めたなら。よし、城の名前が決まったことだし、早速宴会に、宴会おっと、来たね。レックナートか。あ、レックナートですね。はい、来ましたね。わ。どうだった？私の名前、ネックラート。門の紋章を受け継ぐ者、バランスの執行者。
カエゾン、輝く盾の紋章を受け継ぐ少年。武器は再び回り、多くの粛清が再び集まろうとしています。108世ですね。あなたに約束の石板を託します。ここに現れ、いずる名前は、仲間こそがあなたの力です。おっと、なんか出てきましたね。僕はレッドナーク様の弟子のルック、そして、これが約束の石板さ。ありがたいことに、レッグナーク様を、ああ、ちょっと、これあれか、前作にいたやつですね。はいはいはい、いたね、こいつ。いたね、一番最初。いつも中にしましたもん、確かに。ありがたいことに、レッグナー様はこれをあんたにあげるさ。あと僕も仲間になってあげるよ。隙間は進む気はすまいだけど、まあ、こんな性格だったね、確かに。レッグナー様の言いつけだから仕方ないよ。いや、ビクトールがいるんだからいいじゃねえかよ。ルックが赤いの。我が目に映るは、かすかな未来。あなたには多くの宿命が、交わっています。あなたの友、黒き刃の紋章を受け継ぐ少年もまた、運命の中にいます。あなたたちの道は時に辛いものとなるでしょう。それでもあなたは前を見つめ、進みなさい、カラエ君。いやー、ビクトールとフリックじゃない。生きてたの？あ、やっぱ知って。そうですね。知ってますね、さすがに。で、てめえ。こちらの方もお知り合い？まあね、昔一緒に戦ったことがある。ち、まあいいか。さあ、今度は本当に宴会だ。うん。おはよう。さあ、起きて起きて。もう、新同盟軍のリーダーになっちゃったのか、ちゃんとしないとダメでしょ。オッケー。これね、やっぱ仲間集めが始まる感じでしょうね。おそらくね。これ誰だ？何用ですか？赤原君の。うん。まあ、まず最初くらいは仲間がどこにいるか見ときたいですけどね。はい、赤原さん。舞台の変更ですか？あ、ここ舞台の変更できるんですね。おっと、何これ、どういう感じになってるの？ああ、はいはい、戦争の舞台か。ああ、面白いですね。こんなのできるんだ。まあ、今はこれでいっかな。ビクトール軍とフリック軍とギルバート軍ですよね。あと、ルック。うん。あ、ルック軍が新しく追加されたんだ。この辺あれか、作詞用ですね。法案とか。あるほどね。これ多分、その他あたりで出てくる感じか。戦争。あ、その他とか、そういう戦争じゃなかった。を立てる系ってどう出てくるんでしょうね、あのシミュレーションゲームで。まあいいや、うん、楽しみにしてましょうか。上からやってるかな。あ、いるね、いますね。うんうん、ここに新しく部屋を。新しく部屋、あ、普通の NPC も混じってんだ。なるほどね。いやー、これはなんか相当な渋滞になるぞ。そうさ、ここから外へ飛び出すけど、そこに空中庭園なんか行きたい。いや、すごいっすね。すごい計画を立てようとしてますよ。この拠点に。空中庭園を作る気が。いや、いいっすね。楽しみっすね。この上の大広間にはよく偉い人が集まってるの、緊張するわ。いや、普通の NPC めちゃくちゃ多いっすね。カラーゲンさん、皆様のお部屋、皆さんだって。前回は仲間しかいなかったもん、基本的には。皆様のお部屋、皆様の集まるお昼はこの私は守ってみせます。この先はお店屋さんとか多いでしょ。人通りが多いからここは汚れやすいんですが。こっちは店屋でまとめてるんですよね。いや、ちょっと待って、貿易屋もあんじゃん。この先はね、船着き場と牢屋と、そして船場があるよ。しているところをちょっとチェックしておきたいです。これは唐揚げさん、こんなところに興味ない。もう、牢に入っています。いやいやいや、さすがに。あ、いますね、こんなところに。右側。あれ、あれで、ね、ここどこ？迷子になってんの？早速迷子になってますね。ああ、これでやっぱ各の甘かまが廃止されてんだ。カラグンさん、漁師たちは気が荒いですから気をつけてください。まあ悪気はないんですけど。最終ぐらい会話したいですね。これはカラグンのどっかお出かけですか、それとものんびり。おいらも来年には船に乗せてもらえるんだ。これで一人前です。
本当に街みたいな感じですね。普通に言うと。今日もバッチリ働いて食い切れねえほど魚を取ってきてるやつ待ってるからです。やっぱこの辺の担当に NPC がないと機能しなさそうっすね。で、港っぽいっすね、さっきの。こっちが医者？墓場っすね、墓場。墓場はさすがに人がいないですね。そんなとこいない。ああ、いるわ、一人いますね。この人、あの戦いで。行けるんですよね。あ、カラグンさんどこちらに行かれるんですか。広場の方は風が気持ちいいですよ。こっちに広場があるのか。わあ、広いっすね。めちゃくちゃ広いな。この先はね、気持ちのいい広場になっている。広場で遊んでこようと。いや、広すぎだよ。前作以上に広いっすね、これ。もうこの広場は気持ちいいな。僕の遊びだよね。ああ、これ畑ですかね。こっちが牧場かなんかさ。こっちの先のテラスは僕のお気に入りの場所なんです。気持ち落ち着きますか？変だ。おっと。いや、こ景色いいと。カラグンさん、ちょっと遊びませんか？ええー、これギャンブル？いや、ギャンブル NPC 担当だって。いや、何これ。なんだこれ。商品バラナガントレット。どのリーグに参加しますか？いや、カラーゲくんに。これ、チームやかね。亀設計図。ここでしか手に入んないのがあるんじゃねえけど。とりあえず一番安いのにしましょうか。はい。自分の順番にできるのはサイコロフルマークス。2から6なら出目の数だけの覚えが1ならマークした場所に落ちる。なるほど、1は出すなってことか。まあ、完全なる運ゲーですけど。マークをつけるとかよくわかるんです。崖を見る。なるほど。いや、ちょっとめちゃくちゃ広くねえか。いやいやいや、これ広すぎだろ。ここはゴールね。結構時間かかるかもしれないです。4? す?しかも全員カラー行くんじゃない？色違いじゃん。うわぁ、ちょっとゴー出しやがった。ふざけんなよ。いや、運ゲーでいきなりゴーは、うわぁ、ちょっといや、これ無理だよ。強すぎだろ、どう見ても。ははは。確かねえの。マークをつけるって何なんでしょう。ああ、落ちれないようにできるってことか。なるほどね。一対策ってことですね。いやいやいや。だこれ、でかい数出した後、マークをつけた方がいいかもしれないですね。いやー、でかい数字出しすぎだよ、こいつら。いやいや、無理だって、こんなの。マークをつける。いや、振りやがった、こんな野郎。いやー、しかも1出す気全然ねえし。いや、ひどいっすね、これ。なるべく進んでから、マークをつけるが得策なんでしょう。いやしかも2出し、最悪だ。いや、普通にこういうの出るのに。いや、しかも、しっかりガードしやがったもんね。うん。やべ。そりゃやべ。そりゃやべって。いや、そんなに綺麗に1を引かないもんな。引かないね。
いやー、2かよ。出せよ、ね、そろそろ出せよ。いやー、ちょっと待って、ひどいっすね。いやー、これ高い方出しすぎたよ、こんな。勝てるわけねえじゃねえけど。2とか言ってんな、こっちのやつ。いやー、きついな、俺。いや、無理だよ。もうゴールしてんじゃねえけど。ふざけやがって。スタートになってるし。一着が決まった時点で終わりだ。おっさんとおじやんです。いやー、現在生配信はツイッチ。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。鍵は終わっちゃうかも。どっちもかったです。民族衣装もしかしたら置けるかもしれないですね。なるほどね。あー、これがいいやつに、この時にやるのが良さそうか。ちょっともう広すぎて全然わけわかんないっすね。あれこれどっちから来たっけ。下から来たよな。しかもビクトルこんなとこにしれっといいし、お前もこんなところに来るのか。どうした。ここら歩いて回るのがわしの日課です。いやすいません、すげえ迷子なんですけど。このチャーシュー麺群で最も役に立つこのシーン、まず部屋がない。軍の名前がチャーシュー麺軍で、城の名前がネギチャーシュー。上等だね。なるほど。軍軍、ここいらね、レストランでも作らないか。儲かるぞ、それ。お腹いっぱいになる。よう変わると、こんなとこでどうした。クリックとビクトラ、ここにいるんですね。了解です。いや、広すぎだよ、そうにしても。どう繋がってんの。あ、2階の子に繋がってたんだ。はいはい、了解。あとはこっちはないですね。これがあれか、108世が見れるやつ。あ、っぽいっすね。あ、前作のやつで見やすいっすね。ちょっと暗めに設定してくれたっぽいっすね。オッケー、ナナミがここにいるってことは、ナナミは離脱することないっすね。問題あれっすね。上位ですね。上位はこの枠に入ってないのか。なるほどね。だから上位はやっぱテッドと同じ扱いですね。ここにいねえってこと。いないっすもんね、上位。いないね。カール軍様、私頑張ります。オコ軍、オコ軍絶対倒しましょうね。これはカール軍の見回り、ご苦労様ですね。いや、すげえ礼儀正しいですよね。いいキャラですね。ちょっとで3本読んでても行こうかな。いや、なんか微妙かなって思ったんですけど、見回り。結構いいっすね。傭兵としての腕が鉛ります。いやいや、ここは立派な仕事。あ、じゃあ、今後はギルバートも戦闘に参加できるってことですか？戦争以外。こんにちは、カラエくん。好き嫌いせずにちゃんと食べていますか？あ、カラエくんさん、こんにちは。いや、この二人はセット。あ、お預けやな。やっと預けれますね。あ、おいや、時間違うんだ。これ荷物を逃げる。あれ、ちょっと預けれねえの？いや、ちょっと預けれねえの？いやいやいや、ここじゃねえのかよ。マジかよ。あ、いよいよいらっしゃい。いや、全然き、あ、ここだ。こっちだ。オッケーオッケーオッケー。やっと預けれるよ。いやー、長かったっすね。マジで長かった。片っ端から預けていっちゃおうかな。で、首輪をワンコにつけるやつなんで、預けちゃって。どうするかですよね。これ後でまとめてでいいような気がするんだよな。はい。だけりゃ大丈夫だね、しばらく。あとは政治の。
どうやったかどこにあるんでしょう。これ一般白族の。いらっしゃい。あら、唐揚げ君様。ジュースを飲みますか。いやー、酒はくんないですね。あら、唐揚げ君、こんなところ。妹のことよろしくね。あれでも話、恥ずかしがり屋の。恥ずかしがり屋なの。起きた、ハニータさん。おや、あいつは来てないんだ。いつって誰だ。あ、いいよ、パーティーを変えるのかね。あ、ここでもパーティー変える。そっか、これだ。あー、ビクトールいけるんですね。いや、ビクトールは今回も連れていこうかな。強いですよね、圧倒的な。おう。どっちにしてもあの剣がありますからね、どっちのうちに。ちょっとやっぱフリックも上げねえダメなんかな。いや、もうフリックなんかもうどっちでもいい気がしてきたけどな。雷猛暑ついてますね。あー、レベル10だ。強いですね。いや、火力強いんだったらつけていくか。難しいっすね、中尾。アニタさん外せねえしな。あともう一人誰にするかっていうか。一人はもう、いやー、ちょっと力丸出ていけなくなっちゃいましたね。しょうがないな、こればっかり。だってどっちかって言うと、オーランさんとか強いっすもんね、圧倒的に。オーランさんで行きましょうか。うん。安心しな、守ってみせるぜ。たぶんこれ S が4人になっちゃった。ダメだな。ダメですね、この組み合わせじゃ。いやー、難しいな。どうしよっかな。いやー、なるほどね。ここまで脳筋じゃダメってことか。いやー、でもオーランが化けそうなんで、フリック首にするか。しょうがないんで。ビクトル外せないっすよね。で、アニタとも外せないんで、そう考えるとフリックなんで。しょうがないですね、これもっかり。雷も強いですけど。じゃあやっぱその代わりはやっぱり、アイリーさんかね。アイリー行こっか。で、アニタとホーラ。もう、カラエクはもう、後ろでいいです。はい、これで行きましょうか。なんでビクトル回復してねえんだよ。何日も経ってんの。マジで意味がわかんない。あ、やべえあるか。やべえあるよ。さすがに。どこだ。こっちかな、やべえは。ベッドの用意も終わったことで。あ、ちょっとやべえは機能してねえの。やべえは担当がいねえわ。なるほどね。仲間にしねえといけねえんだ。だったらまあいいや、回復させていこうか。で、気になってんのは、仲間を変えたんで、7、6、9、6、6、6、あ、大丈夫です。よう、ここのところ、剣が、の腕が鈍りがちでね、もうレベル6ですから。ほら、カラエ君さん。いや、ここはいつも飯だけは腹いっぱい食えますな。天国みてえな。おう、カラエ君。外は気持ちいいぞ。ゲンゲンを押すとか大好きだ。気持ちいいな。おう、カラエ君、元気か。あ、カラエ君。僕らはずっと森で暮らしてたから、人多いとこはちょっと苦手です。玄関先、多いですね。ここでいいはずだが。すみません、ノースウィンドってのはここですか？フィッチャー。いや、ないね。道案内役が途中で逃げ出しまったんで。いや、ノースウィンドあったんですけど。ありがたい。なんでも噂じゃ、奇跡の英雄が王国を打ち破ったって言うじゃないですか。それで慌てて来てみたんですか？あなた、どの英雄、その英雄って見ました？どの英雄ですか？いや、それは私のことです。こいつ仲間になるタイプじゃねえのかよ。むちゃくちゃかっこよかった。おやおや、大人気ですな。これは期待できるかもしれない。おっと、こうしたらいらない。お仕事お仕事。すぐに面会お願いしなくちゃ。それじゃあ失礼しよう。あ、こいつの仲間になんねん。面会するってことは面会して仲間になるかもしれないですけど。まあいいか。いいのかな、とりあえず。レオナと倉庫ですね。で、はいはいはい。
戦争のやつとテンプル、火星の角に、手前の目安箱ってやつなんだ。大広間手前の目安箱って何ですか。大広間手前。いや、わかんねえよ。これですかね。いや、違うんだ。あ、大広間がどっかわかんねえんだよ、その。ここじゃねえのかよ、大広間。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。わかんねえな。もう少しわかりやすく説明してほしいですね。まず大広間がどっかわかんねえもんな。じゃねえの。この時点でまだないのかな。ねえな、いいや。こっちのこと言ってんのか、多分。これはいいとこに来られた。彼がチャーシュー麺軍のリーダー、カラエ君のです。この少年が？これは失礼しました。いや、見抜けないとはこのヒッチャーの企画ですか。私、以前はアナベル様の下で働いておりましたが、ミューズを離れている間に、あのようなことになり、今はトゥーリバー氏にお世話になっているヒッチャーと申します。それでヒッチャーの方が来られた理由は？王国軍の戦っている軍勢があると聞いて見に来たんですが、こいつは驚いたことにおっと失礼。フロンジーが率いてきた王国軍を打ち破ってしまうじゃないですか。非力で悪かった。いえいえ、そういう意味では。でもあの勝利は奇跡に近いですか。うるさい。俺はぜひともそのリーダーにお会いしないとと思ってやってまいりました。カラエ君のチャーシューメン軍とトゥーリバー氏の協力関係を作り、ハイランと戦うための新たな中心勢力となるため、我がトゥーリバーへお越しください。あ、これが目的ができるんだ。これはトゥーリバー氏からの正式な申し入れですか？はっきり言いましょう。私の勝手な判断。ちょっと待って、お前の勝手な判断ってそんな力を持っているのか？いえ、私はサースウィンドに偵察に来ただけですけどね。でもハイランと戦うためには絶対に必要なことです。どうするか、カラエ君、こいつの言うことを信用するか。トゥーリバー行こう。これはありがたい。それでは、早速支度に取り掛かりましょう。それでついでというか、なんというか、なんだ？いえねえ、サースウィンドとトゥーリバーを結んでいる橋は王国に全部落とされちまってるんで、ここまで船で来たんですがね。うん。戦いが始まった途端、戦闘も案内役もみんな逃げてしまって、このお船を出してもらえませんか？うわぁ。てめえ、まさかそれが目的で。めっそうもございません。船か。船はあるが、トゥーリバーは行くには腕のいい戦闘が必要だな。仲間内はちょっと思い当たるな。こいつは戦闘探しが先か。なるほどね。で、仲間探しが始まると。カレー君、トゥーリバーに戻れないと私。そうか、誰かの前座って言ったか。近くの村へと船を出せる人間を探してくるのがいいだろうな。東のクスクスの町からラードとか。ラードにいっぱいいそうっすもんね。カレー君、あの時の天田さんに頼んでみてはどうでしょうか。アマダでしたっけ？大砲じゃなくて船か、確か大砲はこっちに来てる。そうっすよね。大砲がいますよ。これか。これだ。あ、これですね。目安。多分、たまに来ると手紙が入ってるって流れなんですか。
この探索だけ30分かかっちゃいました。いやー、パート分けといて正解でしたね。というわけで仲間集めに行きましょうか。まずはサウスウィンド。サウスウィンド攻められてるのに普通に入れるってことなんですかね。あ、でもあれか、さっき撤退したから今はいねえってことかな。寝返ったっていう話ですね、サウスウィンドは。もしかしたらあれか、雷のやつは連れていかないとダメかもしれないですね。ああ、そうすると外すやつがいくのはいい。ああ、ガイラか。いやー、でもダメっすね。後ろだもん。いや、なんかあれっすね。攻撃魔力、攻撃魔法系の紋章、なんすね。出たら誰かにつけてあげたいですね。売ってる可能性もありますけどな、こういうところに。ちょっと見てみるか、お金もあるし。一人つけたいですね。攻撃も。まず宿屋と家。今回は変わってないです。あ、これです。まさにこれだ。お父さん待ってるんだ。うん、まあ、2回目なんで、もうざっくりと話します。これかな？パートゲームお兄ちゃんです。こんにちは。あら、カラエグンさん。あ、ヒルダさんだ。お久しぶりね。元気にしてました。もう君はカラエグンさん、久しぶりだな。あ、この二人仲間になるんだ、最終的に。はいはい。ねえ、あなた聞いてみましょう。これってか、宿屋担当っすかね、あのことを。ああ、そうだな。でも忘れない。俺が勝ったら何でも一つだけ言うことを聞いてもらうぞ。いいわよ。でも私が勝ったら私の言うことを聞いてもらいますからね。わかってますよね。ああ、もちろんだと。カラエグン。カラグ君くん。チャーメング、チャーシューメン軍のリーダーもカラグ君という名前だって聞いたけど、もしかして君のことかい？リーダーは絶対そうだって言ってるけど、そんなことないよな。僕のことだよ。え？本当か？本当に君がチャーシューメン軍のリーダーになったのかい？ほら、言った通りでしょ。うん、私、カラグ君さんの目と目を初めて見たので、とっても綺麗な目だって。多くのことをする子だと思ったの。それは確かに俺の目に曇ってるよ。もう住めないの。で、まあいいや。ところで、カラー君にこれからどうするの？俺はどっかへまたお宝探しで。約束しましたよね、カラー君さん。あなたの力になるって。私たち戦うことはできないけど、王国の力の前では本当に無力だけど、でも何かできることがあると思うの。だからあなたも手伝いをさせて。だね、仲間になってください。なんで家結構ですね。でも俺はお宝探し。あなた、賭けは私の勝ちだったよね。一つだけ言うことを聞いてもらいますよ。いいですよ、アルックス。しかしな、ヒルダ。わかって。うん、わかった。カライ君くん、俺も何かできることがわからないけど力になるよ。よろしくね。オッケー、二人仲間だった。アレックスと、よろしくね、カライ君さん。来たね。ヒルダ、仲間になった。これね、宿屋担当だと思うんだよ、ね。じゃあ、早速俺たちはネギシャーシュー場に向かおうぜ。まあ、アレックスはな、あれかな、戦闘かな。ああ、そんなに慌てなくても、でも、カラー君さんに力になれるの、みんなの力になれるの嬉しいですね。すぐにでも準備をしましょう。わーい、わーい、早く行こうよ。僕、お城見て、いや、子供もついてくんのか。そうですよね。そっか、子供拠点に普通にいられるんだ。面白いっすね。ちょっと行く前に、ここ。掘り出し物は水しかないんで、まあ、とりあえずよくって、やつだったら買うか。
これだ。あ、これつけとけば大丈夫ですね。これが面白いですね。攻撃も回復もできる。いやー、でもこっちやっぱ強いんでしょうね。一体攻撃に強いってある。ああ、全体攻撃はやっぱ必死じゃねえとダメなんだ。ちょっと、こっちがもしかしたら全体攻撃あるかもしれないですよね。いやー、どうしよっかな。悩むね。こっちは高いからな。やりますよね、モッサン。でも、モッサンでこれ役に立つかもしれないね。これ買っときましょうか。で、やばっすね。これを、あ、カットか。これもあんのか。モッサンとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モッサン動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。で、カラエ君に闇をつけよっか。いや、二つ系の面白いですね、この作。あとはもう埋まってるんで、今んとこ無理だ。これなんだ、召喚魔法。うわぁ、こんなのもあんだ。いや、額にのみ宿せる。これは宿せないんだ。なんなんでしょう、この辺つけれるの。よくわかんないっすよ。マークついてるの。この辺はやっぱつけようと思えばつけれるんだ。遺伝を外すってのもありっす。宿したキャラクターについてディーン。あー、でもこれ強いんだよな。強いからいっか。いやー、ちょっとオーランとか、ね、綺麗なのちょっと微妙っすね、これ。見てつけれないっすね。ミダリューってなんか強いんですかね。まあ、いっか。これいっか。てん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 。で、中央の家ってのはどれだ？これか。なんじゃお前ら。仲間になってくれませんか？まあそんなことはどうでもいい。妻が身代わり児童を持ってきてくれそう。うわー、アイテム必須なんだ。いやー、めんどくせえ。これめんどくさいっすね。いけねえよなぁ、身代わり児童なんて。へへ、いけねえ。いやぁ。結構めんどくさいっすよ、ほんとに。身代わり児童売ってる場所ちょっと探さないといけねえな。うん、やっぱ店で売ってます。場所によっては多分。どこに売ってるか書いてないんですよ。もしかしたら道具屋が追加されれば、追加されていくかも、可能性ありますけど。いや、さすがに防御屋にあると思えねえんだよ。いやー、こう売ってる場所探すしかないです。しょうがねえよ。確か預けてある可能性もあるけど、いやー、期待しねえ方がいいです。あとはララトに二人。防具見ていくか。金は、まあ、まだまだあります。上がるのがないのか。ならいいっす。ならいい。あ、ここだけなんですか。薬状態どうなの？薬とブーツ。
ああ、この辺が弱いっすね。いや、確かにこの辺めちゃくちゃ弱いよ。オーランはこれと、何いたら大丈夫か。カラエク何あ、なんか一人いねえのもすげえ気になる。一人、なんで5人しかいねえんだよ。あれいや、ちょっと待って、いやー、もういろいろめんどくさいっすね。オーランはじゃあこれ、ペタリだし。いや、ちょっと待って、一人足んなかった。6人してきましょうか。いなくなっちゃった。なんか、強制、あれか、シナリオ進めた後に仲間にするのを忘れたっていうやつですか。いや、5人しかいねえよ。ああ、そっか。わかったわかった。ビクトールだ。ビクトールが勝手に外れてやがる。なるほどね。いや、いきなり死にそうなんですけど。ちょっと一回使ってみましょうか。光の意地。いやー、強い強い強い。いや、強いっすね。ああ、いいっすね。これいいわ。いや、強いっすね。この木箱やっぱズバ抜けて役に立つのに。すげえ変わって、ああ、やでやが追加されてますね。道具屋も追加されてんな、これ。うん、追加されてますね。なるほど。あんまり一回道具屋担当だったんだ。ああ、オッケーオッケー。オッケー、スキロクシマ。いや、これは必須ですね、この二人は。あったー。いやー、高いっすね。たっけーなー。いや、もうしょうがないっすね、こればっかりは。ここまでいいのかな。すぐ来てた。なるほど。ミクトールがいねえんだ。なるほどね。ああ、じゃあ、どうしよっかな。ミキマル。S が一人いない状態か。やっぱり。232、290、31、42か。ああ、魔法つけるんであればこっちの方が良さそうっすね。ああ、そっか、ルックもいるんだ。忘れてたわ。なるほど、ルックは風の紋章ついてますね。面白。いや、強いな、ルック。強えな。完全に魔法担当なんだ、こいつ。ちなみに S なんだ。いや、S なんだよ。いやー、力がないんで、もう火力だけは一切、ダンスに役に立たなそうです。いやー、面白いですけどね。どうしよっかなー。いや、ルック入れてみますか、じゃあ。ついていってあげても。そういうやつとして役に立ってもこいつ引き換えに行かなきゃいけない。なくなっちゃうすぐ。まあいいや、とりあえずおっさん先に行きましょうか。
いや、いいっすね。もう宿屋が機能してるね。あとはここに戻れるアイテムがあれば、完璧ってことですかね。ルックだ、ここか。風の紋章はちなみに眠りと癒しでかい。ああ、これいいっすね。あ、いったいった。敵全体400欲しい。はい。モフさんとおじやんです。現在生配信はツイッチ、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、ツイッチや TikTok のフォロー、拡散などお願いします。あれ、そこ考えつけたの？あれでした。あれ、アイディアつけたんでした。そうですね。ちょっとね、いろいろ調整させてください。もう試してる間がちょっと楽しい。うん。ボス戦でかなり役に立つ。ほい。してみると、ハーレンパーティーです。ルック災害。結局、ハーレンパーティーになっちゃう。まあ、ルックのあれですね。一応、ビクトールが、もう出てくると思うんで。まあ、あそこはもう誰でもいいや。どこに行こうとしたんや。未来像を渡した。うん、なんじゃこれは。未来像。わしが頼んだ。そんなもん知らん。でも、木の盾持って、うわー、うぜえ。5000したのに。いやー、いや、これうざいっすね。木の盾はもうここに売って出した。いいっすね。息やっていいの？何だろうか。いや、兄たもうちょい化けると思うんだけどな。前作の流れで。なんじゃこんなガラクト、わしにどうしとじんだ。どこでわしの頼んでいた風の雰囲気はどうなったんじゃ。風の雰囲気を投げつける。あ、いた！何をするこの子供は。いいこと思い出した。よくやったから、あいくん。ほれ、右チャーシュー上いくつついてたのか。オッケー。これあれですね。投げつけるじゃないとダメ。そうっす。僕も5000損するってことですかね。上にしたら。渡すとループするので注意って書いてある。ああ、まあそうっす。なんで名前知ってるのかと、このアダリー様はそんなことも知らないと思ってたのか。それでも早く来い。あ、そう、強制？いや、強制なんだ。これ見よ、これはな、エレベーターという代物じゃ。ああ、エレベーターできましたね。この大発明家、アダリーの久々の発明だ。こいつ、ああ、これはめちゃくちゃ便利になりますね。今は3階までしかない。いいっすね。これは前作と一緒だ。面白い。まあ、あんまり戦ってないんで、とりあえずいっか。で、風の国でもしかしたら、あれ、ルックの投げ捨てた？あ、持ってるな。持ってるから大丈夫か。所持してたってことか。おそらく。持ってたっぽい。じゃあ、ラダと行きましょうか。
いやー、ちょっとルックが全然弱いっすね。いや、もしかしたらルックはダメかもしんねえな。力がなかったんですよ。姉さんは強いっす。姉さんは強いけど。いやー、ルックはちょっと全然役に立たねえな。これかー、メイン。これいくつあったの？マックメインだと、あー、スカってんだ、バカ野郎。いやー、あれ、でも5分の1って書いてあるんで、絶対弱いと思うんですよ。ちょっともう一回使ってみます。何だったら他の仲間にしましょう。他の仲間にして、紋章つけた方が絶対いいっすね。ここまで弱いとは思わなかった。いや、弱え、20。いやー、弱えなぁ。武器上げてねってのもありますけど、ね、いやー、それでも弱えなぁ。いやー、またメガネくんで行くかなぁ。いやー、まさかのメガネくんで行くことになるのか。あ、そのうちのあれっすよね。全体回復だったらよかった。さあ、ラドトに着きました。うん。これか。よい、久しぶりだな。知ってるぞ、お前。チャーシュー麺軍のリーダーになったんだ。頑張りな。リッチモンド様の中身になった。やっぱりそうきたね。分かってた、それぐらい。まあ、中身になるのは問題ないが、何にもなしっていうのは問題なし。の、なんだしな。そうだな、こういうのはどうです。ここにあるコイン、こいつを俺が投げる、お前さんが裏表あったら中身になるぞ。パンダムすか。かんねえ。持て。ああ、残念だな、裏だ。いや、もう当てるまでやれと。もう一回。ああ、いいっす。じゃあ、裏。惜しい惜しい、表。いやー、逆にしてきやがった、この野郎。もう一回。じゃあ次もう一回裏で行きましょうか。表じゃねえ。いやあ、これ当たるまでやんなきゃいけねえな。うん。いや、表に高えなー。じゃあ表にしてやろっか、この野郎。って言ったら裏になるんでしょう、これ。いや、これ当たるようにできてねえじゃねえか。ダメっぽいっすね。インチキですね、多分。インチキっぽいっすね。あ、
飽きられます。そうか、まあ、極めたらまた来な。まあ、金がかかんなかっただけいいか、とりあえず。で、この後に、酒場か。イカ様でしたってことですね。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 これかモフさん動画は TikTok で活動してます。片側が重いんで、よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、裏側わかるんだ。 Twitch や TikTok のフォロー、あと手を開けるときにちょいと再開してます。まあそういうことだ。坊主いいもんやるぜ。このコインで勝負を挑んで、紹介、今度使ってくれよ。このコインを使ってよ。ああ、やっと気がついたか。すまんな、騙したりして。ねえ、お腹らえくん、リーダーっていうのはそのズルさを見抜ける目が必要なの。わかったか。容姿の約束だ、仲間だな。これでいいんだ。オッケー。リッチモンドは仲間になった。戦うタイプじゃなさそうだ。ギャンブル系ですかね。さあ、俺もこのラダとおさらばしてネギチャーシュー場行くとするぞ。ああ、大丈夫。城の場所はもちろん知ってるぜ。ギー。あとはこの人っすかね。いらっしゃいませ。どちら様でしたか？主人のお知り合い？あれ？いや、これだけじゃダメなんだ。なんか条件がある。いや、主人はいました。主人はメガネくんでした。いやー、じゃあもうやっぱメガネくん連れて行きましょうか。まさかのメガネくん指名が入りました。そっか、メガネ仲間ですよ。なるほど、メガネつながりか。それで気づかないとダメだったんですね。わかるわけねえだろ。メガネくん。そんな、メガネくん。メガネ君も昔化ける可能性もあるからね。まあ、それ期待しつつメガネ君に行きましょう。いやー、もう早く、もう戻りをちょっとどうにかしたいですね。すげえめんどくせえな。もうちょい多分進めないとダメですよね。前回の流れで言うと。このやつも均等レベル上がってくれればいいんですけどね。ねえから。能力がどれぐらい上がるかわかんないんですよね。まあ、いっか。レベル上げはすぐできるんで。でも基本的には装備問題だけっすよ。新しいやつを連れてこうすると装備がしょぼい。ここだけはどうにかしないといけない。一緒に住んじゃない。100あんじゃん。100あんのにあの状態になってますね。ヒットポイントが高いから。いや、ヒットポイント高いの役に立つと思うんですよね。範囲魔法とかガンガン使ってくるのかな。で、ルッチを食い。で、ロブルッチを首にして、ルックを首にして、その代わりは、メガネ君。いやー、しれっと既婚者だったか、この野郎。ネフリックはエースなんで、押すね。
いやー、これパートいくつまでいくかな。結構プレイ時間かかりそうっすね。やっとだって本拠地の活動開始してますからね。仲間の数も全然足りてないです、ね、今。で、フリックに、フリック、フリーとか。水のハミルって何なんでしょう、ね、なんで外せねえんだろう、これ。バーグローブとか。固定のやつがあるんですよね、シレット。あれじゃなくて。まあいいや。雷つけましょうか。雷の紋章ついてるんで。まずはこれです。で、左手もいけんのかな？あ、お薬いけますね。で、お薬つけとこう。あ、いけねえんだ。右手オンリー。まあ、やっぱ右手オンリーでも雷つけられたけど、でかいですから。で、フリーは422か。そっか、あれか、レベル3がねえのか。それが微妙っていう感じなんですね。レベル上げれば、レベル3を使えるようになると思う。多分ですけど。タイヤカーの前作の、クルタさんに近いなんかタイプのがいるといいですね。弓矢打ちで魔法が強いっていうタイプですね。というのがいるとかなり強そうなんですけど。ところはそれに相当するのはアイリーかな。まあアイリーですよね。今のところね。521ですか。もう一人やっぱあれかな？妹かもしれないですね。妹あたりもしかしたら強いかもしれないですね。まあでも、アイリーがいるだけでも全然違いますね。ってことは、まあ、アイリーは外さなくていいですね。クルサさんのクルサさんの友達対応でやっていこうかな。で、この人がバリアさんですよね。何したさ、バリアさんって。キャラはちょっと、誰か、あれかな、フワンダさんですよ。フワンダさんは。前作に作ると楽しいですね。じゃあフリードは誰なんだよって話ですけど。フリードはフリックかな。だったらフリック連れてけよって話ですね。だフリックはいない時があるんで、作品。こういう時はやっぱメガネ君にちょっと頑張ってもらいましょう。少し休みましょうか。やっぱりメガネつながりですね。あら、いらっしゃいませ。ごめんなさい。お客さん来ているのに気がつきませんね。来たけ。あなた様あなた様ご無事でしたか？ちょっと、さん起きないで、ね。ご無事でしたか？吉野。吉野、申し訳ございません。じゃあ、無事ならどうして知らせをいただけなかった。ファースウィンドがグランマイヤー様が、あのようなことになってから、吉野はあなた様のことは心配で、なぜ今まで。吉野の私はこのフリードはグランマイヤー様の復刊でした。
あの方なきあともサウスウィンドのため何より皆のため力を尽くさねばなりません。今戦いなきそのさなかは私の都合で勝手な行動するわけにはまいりません。アーサーはいつもそうでございますね。でも戻ってこられたんですね。この家にもよしのもと、よしの申し訳ありません。今日は辛井くんどのお供で訪れたわけです。要は済みしで帰ることになります。あなた様、よしの耐えてください。戦いが終わるまで、すべて終わるまで。嫌です。なんと言われました。嫌でございます。唐揚くん様、私も一緒にお連れください。私のできることといえば、選択と多少の薙刀の技に、選択できるんですね。はいはい。薙刀の技にすぎません。でも私、フリード様のおそばで一緒に戦えとうございます。お願いします。もしかしたらフリードより役に立つかもしれないですね。一緒に戦いましょう。本当ですか？ありがとうございます。勝手に仲間にしちゃいましたけど、大丈夫ですかね、フリードさん。唐揚げくん殿いえ、リーダーであられ、唐揚げくん殿が決めたことです。私は挟むことはいたしませんか。あなた様、私はあなた様のことは離れとうございません。あなた様の心配だけをして日々を過ごしとうございません。たとえ危ない目にあったとしても、吉野あなた様と一緒だ。吉野殿、危ない目の合わせたりいたしません。約束いたします。すごいっすね。あ、そう。では、早速、支度を済まして、ネギシャーシュ上位。やっぱ、こういうやつはしっかり家庭をさ、あれですね、支えるタイプだと思います。あんなこととてもじゃないですか。あんなガッチガチに言えないっすね。あんなセリフ。いやー、こいつは仲間にならないんですね。とりあえずこれで、この二つは終わりです。なんで、次はクスクスに行けって流れます。行きましょう。やっぱり大砲が、なと思うか。戦闘担当。そりゃそうですよね。前作もそんな感じでした。ハッとじゃねえな。いや、強いな。通常攻撃であんなに当てんの。いや、一人だけつまぬけて強いですよ、ね。多分、リスクと同じぐらいですよね、強さ的に。だったら、あれですね、二回攻撃のやつをつけたいですね。めちゃくちゃ化けるよ。ビクトル今外せないんで。そこはあれですよね。持ってないっすもんね、今。ビクトルが持っていきやがって。さあ、着きました、クスクス。どこに行きゃいいんでしょう。まあ、ビクトルといえば港か。結構やついないっす。7、6。来た。やっと戻ってきたらしい。で？あいつは違います。ひっくりしたらこっちか。いや、釣りしてるやつ多いっすね。無言で釣りしとる。あ、いたいた。いたね、タイプ。どうした、坊主。仲間になってください。仲間ね、どうしたもんかな。おめえはどう思う、やむく。どうせもう決めてるんでしょ。ああ、まあな。おい、坊主、仲間になるってのは悪くない話。でもな、俺はついてねえやつは熊でことにして。またこれかよ。どうだよ。お前さんの試し。いや、さっき前やったじゃねえかよ。戻
ちろん。よし、そうこなくちゃん、チンチロに勝負じゃん。お前さんが5000機、以上勝ったら仲間になってるぜ。ちょっと嫌だよ。整備してからにした方がよかった。今知ってるけどね。いや、ちょっと待って。いや、一回これキャンセルできねえの記念会。いやー、マジか。きついっすね。こうしてみるか。まずはコピーしよう。こういう時に限って目なしとかやってくる。いや、もう余裕で勝てんじゃねえけど、こんなん。つけば。読んだ。いやー、まあそうなるよね。やめとくようにして。いや、キャンセルができねえの、うっとうしいっすね。いや、もう勝ったんですけど。いや、勝ったんですけど、整備してからちょっとこさせてください。いやいや、これ、ガッツリ金持ってかれちゃうもんね。このゲーム、ギャンブルが好きだよ。パチンカスがいるんでしょ、開発者。開発者にかなりのパチンカスがいるんだと思う。でもじゃあ、チンチロリンの出やすいんやな。あ、ちょっと待って。いや、全然、あ、3000までしかかけねえんだ。いやー、これ、鬱陶しいっすね。しかも、さっきのやつリセットされてるし。いやー、これ、勝てば6000になるから勝ちってことなんですか。1なり。ああ、6だ、勝った。オッケー。お前さんの勝ちさ、ついてるね。これどうなん ?6000 になるってことですか。ああ、ダメなんだ。いやー、なるほどね。はいはい。じゃあ、やっぱ2体勝たないといけないね。いやー、きついっすね。2体必須の。よーし、よし、いいよ。ああ、もういいよ。よーし、目なし、目なし。はい、1目なし。ワン、メナ、シー。ああ、3だ。やべえ、余計なの引きやがった、この野郎。いやー、ちょっと待って、負けんじゃねえの、ここで。ふざけんなよ。嵐で3倍もらい。負けとるやんけ。ああ、勝ったんだ。勝ったんだ、嵐で。シー負けちまった。これでいいんだ。おう、やるじゃねえか。さすが俺が見込んだだけの子だぜ。またそんないい加減なこと言って。うるせえな、いいんだよ、俺は決めたのが。よし、坊主、俺が力を貸す。ああ、また始まった。オッケー。はい、ほう。ヤムクーが仲間になった。ほら、ぐずぐず言って、行くぞ、ヤムクー。はいはい。来たね、逮捕。ついに、逮捕。戻りゃいいのか。違うっぽい。このタイミングでまた、ラダと。なるほどね。大砲が仲間になってる前提なんですかね。わかんないよ。いや、ちょっと整備しとこうかな。何があるかわかんない。
モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。もしかしてこれあれか、通常攻撃してダメージ返ってきてんのか。だから強えんだ。なるほどね。あーなるほど、そういうことか。いやー毎回食らうのちょっと厄介ですねこれ。あれでも違いますね、ダメージ見合い戦闘中一回怒りで無限に。あ違う違うよ、そうっすね。本当なんか装備してねえもん。この人っすか。ああこれだ、やっぱ。もうお前さ、あの時のどうしたんだよ、俺ちゃん会いに来たんかい。仲間になってください。仲間って言うと、ああお前も俺ちゃんの仲間になって海へ出たいってことで、ん違う、違います、うちらの仲間になる。お前さんが旗揚げして王国の戦うんかい。いやー偉い偉いね、俺ち感動して涙が出ちまうぜ。よっしゃじゃあこうしよう、この間のことがあるからな、今度こそ決着をつけようぜ。俺ちと一騎打ちやっぱやるんだ。で勝ったら仲間になるぜ。いや一騎打ちやるんかい。やべ体力減ってるわ。よっしゃ行くぜ坊主、捨て身の攻撃。ボーン。いや面白い、もう一丁ですよ。これで勝ちだと思うんですよ。おい。あー、残った。やべ、残った。あぶねー。ふぅ、面白い、もう一丁。いやー、もうやりたい放題です。先にやった勝ちだと思うんで。オッケー、勝った。いいよ、勝負。いいですね。先制攻撃しようがいいですね。もうさすがね、棟梁っていうのはそうじゃなくてな、よし、俺もどうだね、約束は守ろう。ウェイ、山田。それじゃあ行こうぜ。カラエくんさんや。で、天田がパーティー。いや、強いな、こいつ。も強いっすね。M じゃねえけど、あー、こいつすげえいいわ。いや、いいね、M で300は。いやー、もうこれ、フリード外してもいいような気がすんな。雷外したいですけど。はい、ではこれ。で、こうすればいいですね。いや、まさかの雨だって言えば。いやー、でも装備がしょぼいっすね。装備がしょぼいな。買ってあげねえダメなのか。レベルは27か。うん。魔法界はフリードとあんま変わんないです。じゃあこれどうせいいんだ、戻れ。そのタイミングで雷外しとできればいいけど、あれか。魔法屋がねえから外せねえよ。いやー、めんどくせえな、このゲーム。だからもうフリードでいいですけどね、まだ。いや、別にですね。ナナミで回復しましょう。まあ、例えば太鼓の方が強いかもしれないし。
攻撃しろよ、試したい。アニタはちょっとレベル低いですよね。なんで21なんだ。全然レベル上がんないっす。この辺敵じゃダメですね、やっぱり。ちょい、もう一段階強いんだよね。金は貯まるんですか。とりあえず、いや、ヒットポイント強いのすげえ役に立ちそうですけど。いや、全然攻撃しないよ。いや、素早さ遅すぎだろ、こいつ。うわ、仲間増えてるかな。元々いたな。こういった仲間な。おう、なんだい仕事か。いや、こいつも西洋 BGM があるタイプ。うん。出勤じゃねえよ。なんか始まったよ。仲間の秘密を教えて。うわぁ、こんなのあんだ。フリ。え、それ、有料じゃねえけど。まさかの有料じゃ、ななみの秘密を聞きましょう。お願いっす。このハールドボイダンにリッチなのかなって何でもね、どうしそう。あ、いなくなっちゃったよ。いやー、これ面白いっすね。こんなのあるんだ。じゃあ、まだ一旦外して、やっぱりメガネ君に頑張ってもらいましょうか。ああ、間違えた、間違えた、もう間違えた。いや。外せないです。めちゃくちゃ強いんだ。よし、オッケーです。ヤジヤに止まってからです。まあ、これでまた強制的な仲間出そうですよ、態度。見てみましょうか。あ、ないな。あ、いますね。そうだな、誰か俺のやったってやつで。タイフを連れてきましたよ。ねえか、確かタイフをこっちに来てると聞いた。カルさん、あの時はもうですね、ああ、これタイフを、あれか、仲間に入れとかないとダメなんですよ。現在生配信はツイッチ。
アーカイブや動画は YouTube、モッサン動画は TikTok で活動してます。ね、よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。相棒だけ言えばいいかな。フリードを外して。うん。面白そうだ。付き合おう。うん。M だからこれでいいっす。で、大砲の強さは247か。まあ7だから、まあ強いっちゃ強いか。連れてかないとダメなんですね。お前は大砲じゃねえか。久しぶりだな。こんなとこで何してんの。うるさいやろうとまた顔つき合わせるの嬉しかねえな。まあこの辺りの顔は全部俺の庭みたいなもんさ。しかしお前もよくよく厄介ごとに首を突っ込みたがるもんだな。そりゃお互い様だろ。まあな、退屈してしまったら人生やってもらうんだよ。じゃあカラエテのことをよろしく頼むぜ。船は下に用意してある。任すときな。水の上なら俺にかなう奴はいないぞ。では参りましょうか、ライトの太陽さん。まずは、湖で、西に向かってください。しばらく行くと、レイクイーストの街が見えるはず。そこからトゥーリバーを目指すことになります。大砲とビクトール君。フィッチャーも来んのか。同行者になるんですね。はいはい。では残りのメンバーをお決めください。あ、じゃあ一人入れられんだ。ビクトールは選べないじゃねえかよ。結局選べねえんじゃねえかよ。じゃあやっぱフリードっすね。はい、頑張りましょう。フリード。カラエくんどんよろしくお願いします。フリーバー特用できればこのネギチャーシュー場もいくらか安全になります。まあ、その、あれですね。戻る。アイテムをゲットするまではもう適当にどんどん進んでいった方が良さそうっす。エレベーター使ってみましょうか。うん、OK です。船のとこに行けばいいのか。こっちじゃないっす。にあるの？いや、それとも外に出たらもうすでに置いてある。あ、来た来た来た。おお、こいつは立派なもんだ。さて、ぼちぼち行こうかからず。オッケー。ねえ、乗りますか？はい。さあ、西に行けって流れ。あそこに赤いのがあるから、あそこだ。地図があるとめちゃくちゃ楽。ちょっと待って。いや、サウスウィンド行けって書いてある。こっから西、いや、南だったか。いやいや、西で合ってるはず。西に行くとトゥーリバーです。川の中にできた町です。すぐわかりますよ。私はちょっと先に話をつけておきます。ちょっと待ってください。ここに紹介状を書いておきます。王国がいつ攻めてくるかわかりませんから、警備が厳しくなってるはず。警備兵にこれを見せれば、ギバニを入れてくれるはず。それでは先に行きます。紹介状を手に入れた。やべ、これ戻れねえかな。どうなんでしょう。まあ、だとは頑張りな。俺みたいなヤクザが一緒じゃ、向こうさんも信用できないだし。いや、ちょっと待って、ちょっと帰らせて、頼むよ。ああ、よかったよかったオッケーオッケー。じゃあ、サウスウィンド寄っていきますね。いやー、めんどくさいっすね。もう、いろいろ当たって、ちょっと怖かった。
ちょこまかといろいろあって。いや、仲間になるタイミング早すぎだよ。一気に仲間になるな、このタイミングで。もうあれだけでいいんですね。同行しないかして、どっちもいなくなりやがって。ショートカットで出られればいいですけどね。めちゃくちゃ遠いんですけど、出口まで。よし。いや、タイミングが細かいですよね。このタイミングでサウスウィンド。まあまあ、あ、そうね、用事済ました後に来るって流れでもいいんですけど。できるなら仲間にしちゃいましょうか。シミュレーションゲームやってるような感覚で楽しいですね。仲間がいっぱいいるっていうのが。これ系のゲームがあったら基本的には楽しめますね、俺。多分。あとまあシナリオですね。シナリオがいいのは前提ですけどね。この辺にいましたっけ？これだ。なんだよ、あんた。仲間になってくれませんか？仲間すまないな。俺は罪人を追っている。お前を知ってるあの女。レイクイーストに逃げたことは分かっているが、そこに行く方法がね、お前らと遊んでる暇はない。レイクイーストに行きます。なんだって、どういうことだ？お前がチャーシュー麺軍のリーダーとはな、いいだろう、力を貸そう。時間があまりないから、レイクイーストに急いでくれ。遅れはあの女の手柄の口の周り。こいつ連れてかねえ、ダメなの？強制だわ。いやー、めんどくせえ。強制弱えのに。はい、ではこれで。いやー、弱いねー、こいつ。クライブの剣はどこまで行けばいいんでしょう。わかんねえな。この時点で一回外したってもいいかもしれないです。慣れないっすね、これ。下で選べばいいのに。モフさんとおじやんです。
現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。上がってないといいっす。ね、まあやっぱね、何回か通るとやっぱ道を覚えてきますね。うん、面白いですよね。こんだけ広くてもなんだかんだ見えます。リュナンの、湖のほとり、船を出せるのは、こことくすくすコロネぐらいなんですよ。そうそう、チャーシュー麺軍ってやつの船か、城からも、船が出るらしいけど。男どもが湖に出て魚を取ってくる。そいつを塩漬けにしたり紐にするのが私らの仕事さ。ホーボーズなんだ、どっから来た？ハイランド、ここは、レイクウィストだ。あれ、さっきまでそこらにいた元気のいいひよこはどこ行ったんだ？元気のひよこ。これはどこにいるの？それは俺も気になります。わしも昔は村で一番の漁師だったんじゃ。今は火のそばにいるのが一番だよな。ひよこキャラを使ってるものとして。お前さ、ここらの子じゃないの、そんなに白い腕の子はここらにいないから。別のゲームです。うちは家族が多いからね、食事時は戦争増殿だよ。これの？お母ちゃん、今日こそ魚以外のおかずに来てくれるかな。本屋とか調べた方がいいっす。まだかな？ご飯まだかな？本屋、本だな。テスさんがね、ほかほかしてるのはいいことなんて思うんですけど、テスさん、お風呂がとっても好きなんで、お、風呂担当っすかね、テスさん。滝ばあちゃんはね、話し続けるのね、それに、何でも知ってるの、この前のゆで卵の見分け方を教えてもらったの。テスさん、どこいんの？テスさん！これか、あいよいらっしゃい、まあいらっしゃいって言っても、こっちは仕事のない風呂職人だしな。あなたは風呂敷って顔でもないしな。なんでお前さ、なんで俺にも用であるのか冴えない顔してる、どっかの風呂でも入ってきな。俺は風呂好きなやつしか仕事しか受けねえんだ。お前も他の風呂が好きな、何言うの、これ努力しな。俺は風呂好きなやつしか受けへんな。他の風呂が好きになるように努力しな。意味がわかんないです。何の条件だよ、これは。ちか。はいはい、なんだよ、坊や。おばあちゃんに聞きたいことがあるんですよ。おやおや、わかったよ。てっちゃんのことね。てっちゃんは、お風呂作りだからね。風呂が好きな人、お風呂に入ってほかほかになるような人が好きなのよ。シドの坊やのことね。あの人はね、別人が出てきて。人見するからね。今でもあの、トゥーリバーの地下にいるから。クスの街の噂のことだね。なんでも女の子ばかりの一団を狙った時、強盗が出るとか怖いな。これはもう終わりました。でもその強盗を狙って強い強い女の子がいるっていう話。ああ、このタキさんが仲間になれば、仲間情報いろいろ聞けそうっす。はい。女の子がいるっていう話もあるね。おやおや、坊や、よっぽどこのおばあちゃんのことが気に入ったみたいな。でもここまで来るの大変だろ。近くから隠さなくてもいいんだよ。おばあちゃん何でも知ってるんだからね。ちょっと大変。そうだろう、そうだろう。じゃあ、明日、しようかい。これで仲間になる。
大丈夫よ。私一人で面倒見れますからね。それに一人でもネギチャーシュー乗できますと。心配ご無用、チャーシューメングの嫌で、船どうやっつんだよ。船の剣はどうすんの？ちょっと気が中に。やっぱすごいね。じゃあ先にお行き。おばあちゃんは後から行くからね。よしよしよし。たくさん仲間になりました。現時点でたくさんだけっぽいな。やっぱりあるっていう。おやおや、それはちょっと酢の物のレシピだよ。体にいいから持っていきなさい。いやー、こんなの気づかねえよ。しかも本棚じゃねえんだもん。で、ね、好き嫌いしちゃダメよ、坊や。これか、タキさんがいる時じゃねえと、もしかしたら取れなかった。鉄の家、鉄の家。いや、これかね。2階か？いや、2階は布団だけっすね。いや、これだと思ったの。あ、外だ、外って言ってるわ。なるほど。これだ。空っぽのタレ、そこに何か。キャベツも。あともう一個は、桟橋のカゴ。桟橋ってどれだ？ここですか？あ、中に何か入ってる。氷の雰囲気。いや、すごいっす。こんなとこにある。探したね、これ。うん、とりあえずこれで終わりっぽいですね。まあ、あとなんか敵が落とすっぽいんですけども。いや、とりあえず。あとは、この辺は会話したんで、これも多分会話してます。おー、おいらも船に乗るようになった。一番さ、てめえみたいな他のものとは超一致。ここらの魚探し、魚しか取れないからね。たまには お肉も食べたいけど、なかなか手に入らなくて、ひよこでも捕まえれば。ひよこを捕まえるフラグがすげえ立ってるんですけど。はい、いらっしゃい、どうだね。魚バッチなんか見上げるのもしれん。毒水のドア、メス、犬、キジゾウ、魚か。掘り出し物がドッキシなんで。あ、部屋でやつ。この魚の干物は評判が良くてね、どこ持って行ってもよく売れるんだ。今日もたくさん仕入れてる。おらっしゃい、さあさあ泊まっていっておくんなせ。お、来た。おいらっしゃい。なんで楽器、買えな、楽器を守る気がないんだ。もう後で仲間になるというか。おおめえもいっぱいやりに来たのか。そんなわけねえか。はあ、道のり西に行けばすぐだぜ。西に行けばいいのか。OK です。めちゃくちゃ近かった。一回ぐらいちょっと戦闘したいです。おっと、来たね。このタイプか。このタイプは戦ったことあるんだ。これやってみましょうか。ダメージ2倍、戦闘中1回だけ使えると。うん。毎回最初に使えばあるよね。
おじやんです。現在生配信は Twitch。 うわーかっこいい、めちゃくちゃかっこいいじゃん。うわー来た、なるほど強いね。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。さらに通常攻撃強いのと弱いのかなり分かれてますね。弱え。ヤフリード弱えな、連れてきたのに。OKOK。あれですね。アニタさんのレベル上がるっぽいっすね。さあ、着きました。いきなり来た。トロトロしてんじゃねえよ。じゃあな、バイバイ。こっちからね。見えず王国に移されて次は。恐ろしいわね。早くこんなところから離れてトランに戻らないと。お父さんがあまりトゥーリバーの外に出るなってお散歩に行けないんだよ。ふう、聞いてください、私。西のゼクセンからはるばるここまでやってきたんですよ。何でもここで店を出せるって聞いたから。それがもうすでに防御屋はあるし、店を出すことなんてないじゃないですか。はぁ、参ったな。やっと防御屋って使うらしい大ヒップを踏み。おっと、これは来てほしいですね。あれ仲間なんねえの。マジかよ。じゃあ僕らの城においでよ、来たけ。城？お城ですか？あなた一体。そうなんですか。その年でお城ね。じゃあ、私がその、後ろに店を出してもいいってことですか？それ一体いくらぐらい出せば？お金なんかいらないよ。いいと思うんです。お金くれるんですかね、まさに。なるほどね。はい。はい。はい。無料の方がすぐに仲間になる。本当ですか？いや、ありがたい。これぞ神の導き、大ラッキーです。はい、オッケー。あ、そうだ、こう。じゃあ、早速行きましょう、行きましょう。あなたの気が変わらないうちに、そのネギシャー市場上。いらっしゃい。まあ、無料ですから。こりゃ来るよね。いらっしゃい。遠くからいらした方ですが、心当たりは人間が多いのですが、川向こうはコボルト、その間はウィングフォードの住処になってます。あのハンスとどこ行っちゃったんだろう。店を持ってたのかな。大丈夫です。どうしてウィングフォードの子供なんかほらうろついてるのかしら。物を盗んだりして物騒に。さっきです。いやーもう金がゼロポッチですからね。何もできねえよ。戦いはもうたくさんだよ。魔界殿と王軍の戦いがあるんですが、明日は弱気だから。いや、お金返ってくるんだろう、さすがに。このトゥーリバー、人間、コボルト、ウィングの産地が住んでる。あんまり仲がいいとは言えないけど。あのね、チャコってお兄ちゃんがね、遊んでくれるんだよ。僕、チャコ兄ちゃん好きだけど、お母さん遊んじゃダメだ。紋章師の娘、本当はバイトなんだって、店の主人のジーンさんって人が、グリーンヒル行ってるから、その間だけ店を預かってるんだ。あれ？なんだ、ここ行ってねえか。戦いはもうたくさん。魔界の方向に叩き、あ、これ、話してる。ここは行ってます。ここは行ってないですね。
お母さんの分は私が頑張らないと。うちの神さん体弱くて。はい、いらっしゃい。脳にも体がだるくて。いや、あの子供どこ行ったんだよ、まず。あっても持ってかれたとか。こんにちは。まあ、いや、一応一通り回りましょうか。オーブンなどで放棄しても無駄じゃ皆殺しになる。バイパーと、これ何？当たらず即死効果。レオ。大変ダメージ 1.5 倍。魔法防御が下がるっていう類か。ダメージ 1.5 倍は面白いですね。力強化の研究。なるほど。ああ、でも防御が下がるんだ。こらこら、中に入る許可をもらっているのか。ここに紹介状。どれどれ見せてみる。ここに、あー、持ってかれた？ここに、あれ？ははは、お前さん、この町は初めてだ。チードにやられたな。このトゥーリバーはもともと人間とコボルトの町だった。それがいつ頃からか、あの、翼の生えたチービどもが山から降りてきて、住み着くようになったんだ。あいつら時からカッパレがするし、意識だかなんか知らねえか、変な匂いの煙を、託し、困ったもんだ。お前さんも大方チービどもにやられたんだ。どうだい、財布は大丈夫かな。いやー、金も持ってかれたよ。まあ、どっちにしても許可がないものの中に入る。いやー、金とアイテム持ってると恐ろしいタイプですね。道具は残ってんのか。ギバー、議場の中に入らない許可が必要だ。どこに行けばいいんじゃ。お、来たっけ。うわー、逃げてる。いやー、ちょっと街出ろってことなんだ。いやー、めんどくさいっすね。この先はウィングフォードたちの住処です。財布に気をつけなされ。財布にゼロです。ああ、早速着きましたね。へへ。あいつ結構持ってたな。こりゃいいや。ててててん。逃げやがった。ねえろ、待てよ、ねえろ。へへんだ、こっちこっち。うわあ、めんどくせえ。へいへい。惜しい、惜しい。ダメダメ。いや、どこまで行くんだ。もうバッタンじゃないのかい。いや、大丈夫です。あの、スタミナシステムなんてないんで。へへん。ここまでおいで。こっちこっち。いや、長いっすね、これ。乗るわ、乗るわ。よし、来た。捕まえたぜ、この野郎。チェしつこいやつだな。お前ら、あれっぽっちの感じムキになるんだよ。結構入ってるって言ってたじゃねえかよ。紹介状だけでも返してくれない。紹介状あの紙かい。ああ、あの紙が捨てちゃって。うわあ、だから俺を捕まえてもだよ。あ、怒った。捕まえる機会。でもそういった無理ってもんだ。うわあ、空飛べるんだ。なるほど。この種族は前作になかったっす。この翼は課題じゃないんだね。ちっちゃい坊ちゃんを使うなって言ったけど。これじゃあね、うわあ、マジかよ。金も両方返せよな。スースーさんはあっちなんで一番翼だから、一姿勢のないようにするんだよ。お茶の時間はまだ。これか。おやおや、そなたですか？チャーシュー麺群？はて。ここどうした？ああ、達也、チャコンやられたの。どうだ？ずぼしだろ。いやー、金が返ってこないともやもやしますね。なんだよ、人間は何年だよ。紹介状とかは別に、僕がいつか手に入るんでいいと思うんですけど。
モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。いや広いね。なんで人間は何年だ。あ、こう繋がってんだな。じゃあ、この2階は？中すぎてお魚いっぱい食べたい。でもメインには魚の冷えっしょ。そうそう、お昼ご飯だけ君も食べてる。あ、お兄さん、うちの子見なかったか。全く朝からずっと遊びに行った気やんだ。それかな子供。そのアイテムがあるかチェックしましょうか。おやおや、人間のお客さんとは珍しい。トゥーリバーの人間たちはなかなかここには来ないからな。あちらの絵と、浴水浴祭とか言いよって。そろそろ昼寝時間だからね、邪魔しないよ。こいつはウィングフォードの一番の楽しみなの。いやー、なかなか広いっすね。まあ、なんだよあんた、最近は人間も油断はならないから。いや、お前らが油断ならねえよ。金持ってきや。防具屋。いや、言っといた方がいいっすね。珍しい。おー、来た。来たね。このタブ、ちょっと待って、防具19、めちゃくちゃ強いじゃん、これ。これ3000ですよね。あー、金がね、最悪だー。いや、欲しい時にねえんだよな。このお薬はおいらが一束一束丹念に束ねてるんだ。商品だぜ。いや、もう金返ってこねえのかな。最悪ですね。全部終わっちゃったな。ちょっと待って。行ったよ。こっちは。うわあ、また別の種族がいるよ、こっち。3種族いるって話ですね。あれ、珍しいね。こっちから人間が来るの。いやあ、なかなか面白いですね、この街。なーにしかもこいつ仲間なの。あれか、コボルト族ってことですかね、見た目的に。さらに道具屋発見。これで登録されるし。僕はね、コボルトパイが好きだ。南コボルト村に住んで、兄ちゃんたちにも食べさせてあげたい。ここ通れない。いけないっす。あれ、あいつ話せねえな。いや、あれ話せねえぞ。いらっしゃいました。トゥーリバーようこそ。でも人間の町は川向こうですよ。こっちはコボルト町が間違いな。国軍に乗るかって言うと悪い人間が攻めてくる。ね、一戦。焼けたかな？いっぱい焼けた。ああね、チャコちゃんね、かっこいいね。高いとこからビューって飛んだりできるんだ。
なんだなんだ、ちょっとロコ付きの匂いがする。さっき逃げられたから。買えないんで、もうしょうがないですけど。ハーフエルも上がるんだ。ペイメールも上がるんだ。あー、すごいのあるね。銀の帽子。たっけー。いや、24000かよ。緑将軍、立派将軍だ。将軍がいるから、イクリバーと我ら小ボルトは負けたりやすい。俺様に何か用か。ねえ、仲間になってよ。え、人間が何が分かるってんだ。お前たちのことなんか俺様関係ないぜ。仲間にならねえ。ねえ、ボブさん、ボブさんはね、喋ると怖いけど、そんなに悪い人じゃない。兄さんよりとグリーンヒルの学校の人、グリーンヒルってこっから北西の方にあるの。秘密の訓練終わったから通って。通るか。あ、ここでやっと外に出れるんだ。長いっすね。なんかやってるね。はいはい、やっと訓練した。我らココルト君の営業側へと、マチルダ騎士団には劣るものではありません。明日にしよっか。ここが食べれるのか。やべえですかね。よく食べるのは兵士の仕事です。大きな音は強くなる。あなた、チャーシューメン軍のリーダーさん。じゃあ、元元隊長のお友達、すごいな。はい、そっか、あいついたね。うん、知り合いなんだ。慌てるもんじゃない。緑将軍がすげえ方だ。何年前から準備を行ってた。いたた、今日はお腹が痛いの練習をするな。ゲンゲン連れてこないと、誰か仲間になんないかもしれないです。この感じで。あれこれ、やでやと変わりじゃないんだ。会話はこうか。こうなんだ。いつ戦いになるかわかるんですが、緑将軍の命令で万全の体制準備をしています。いや、とりあえずじゃあちょっと今日はセーブして終わりますかね。次回この子供を追うところからちょっとやっていこうかなと。いや、さすがに金は返ってきてほしいですね。いや、結構持ってた気がするんだよな。お、話進みやがった。この男、ヒッチャーは我らがトゥーリバーの元で働いていながら、サースウィンドウって偵察の任の途中で逃亡。その後、それが発覚するとハイランドの軍勢を破ったチームと連れてきたと言い逃れした罪により、これから100叩きの刑です。100叩きの刑。まあ、そりゃいいでしょ。うわぁ、あれでやられんだ。本当なんですって、もうすぐカラエ君の方がクラスに来たね。お前かよ。あと、もうちょっとだけ待ってもらえますか、緑色。ならぬ。お前くさけはうまく信用ならぬが、仕事はきちんとこなすことは知っている。だったら、しかし決まり決まりだ。法で、情で法を曲げるわけにいかん。さあ、確保しろ、ヒッチャー。まあまあ、頼みますよ、手加減を。それでは、刑にはならぬ。いい加減に諦めろ。パチン。ちょっと待って。ほほ、カラエ君の助かりました。この方こそがあのハイランド軍を打ち破った英雄ですよ。まさか。こんな少年が信じられない、あの王国軍。あなたがチャーシューメン軍を率いているという唐揚げ君のことです。これは私の言った通りじゃないですか。あれだけ、来るって言ったのに。失礼です。いや、しょうがねえ、紹介状盗まれたんで。失礼です。我々にあなたが本物かどうか知る術がありません。僕は僕だ。そう言われました。右手です。彼の右手にはかつての幻覚殿が宿していた輝く盾の紋章がある。それこそは何よりも証拠です。幻覚。しかし幻覚殿は入らぬ。右手は良いですか？幻覚つながあるか知ってるんですね。これはまさしく輝く盾の紋章。わかりました。それではこちらへどうぞ。我らがトゥーリバーを率いる魔界殿にお会いくださいませ。あ、進んじゃいました。助かりましたよ、カラエ君の。さあ、中へ。
え、紋章のことですか。ああ、それぐらい下調べしてますよ。それをささのかい。モッサンとおじやんです。詳しいです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モッサン動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。OK。では今回はこれにて終わりたいと思います。次回はトゥーリバーシーを引き続き進んでいくっていう流れですね。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル